さあそれでは、今日はコンピラさんに、お参りに行きたいと思います。それでは駐車場出発です。シューデさん出発です。今日はちょっと天気は青空なんですが、全体になんか霞んでおります。さあコンピラさん、町までやってまいりました。琴平町、これがそうです。鎮座しておりますが、では
油まだ奥の方まで入れてます。これが最後でしょうか。登ってみましょう。上に本殿がそこから見えております。
では皆さん参拝いたしましたので帰りましょう。さあ、それではこんぴらさんの参拝も終わりました。戻りましょう。昼間は車いっぱいです。戻ってまいりました、紫雲山。いい天気なんですが、ちょっと全体的に白く霞んでおります。次は新潟の砂を見に来たいと思います。さあ、新潟の展望台登ってみましょう。一つ行こう。銭形の砂絵も見ることができました。それでは帰りましょう。